どうもふきまるいわし天狗です。お願いします。さあ今日は、大阪からの知り合いさんがねちょっといわしの元を訪ねてくれまして、でその際に、大阪土産をくれたんです。で、ちょっとね珍しいものがいくつか入っておりましたので、せっかくなのでこのチャンネルで、まああんまり多くの人には見られていない寂しい、悲しいな、こちらで開封していきたいなと思います。まずはね、これ僕はあんまり見たことなかったんですけど、すごい可愛らしい雪男、知ってます？大阪の人もし見てたら雪男というキャラクターですかね、大阪限定って書いてあります。こちらです。じゃじゃじゃーん、可愛らしい。いやこの表情がまた何とも言えない、可愛い癒し系や、めちゃくちゃ可愛いや。それからねこれもちょっといいっすよ、こちらじゃじゃじゃーん。いやいや大阪弁サングラス、どこでつけんのよこれ、どっかのパーティーやな、パーティー、どこ、まあまあそのつけるならどっかのねクラブのパーリーピーポーが集まるところにね、よくなんか2021とか書いてあるやつとか、なんかキラキラ光るメガネで電話番号を教えてくださいとか、そういうのを見かける、まあその並びでしょうね。ちょっとつけてみますね、あんまりサングラス普段つけないんでね、どんな感じになるんでしょう。ちょっといきますね、こちらです。じゃじゃじゃーん。いいね、むっちゃいい感じ。なんでやねん。あ、いいやん。ヒュー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 、イエ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 、おおう、ヘイエイエ、乗り方がわからんわ、乗り方が、そういうの慣れてないから。おとなしいやつなのよイワシは、おとなしいやつにサングラス、なんでやねん。あ、そういうことか。そういうこと、そういうメッセージが込められてたのね。さあそして目玉ですよ、これが目玉ですから、これをみんなで開けたかったんです。じゃじゃじゃーん、これ大阪限定の大阪フィギュア土産、うん、大阪のフィギュアってことは大阪名物的なのがあるのかな、通天閣とかたこ焼き、まあまあだいたいたこ焼きでしょうね大阪といえば。なんだろう、あと金龍ラーメン。大阪といえば金龍ラーメンでしょやっぱり、うまいの、僕ああいうの好きなのよ、うん、あ、ツルトンタン、食べ物で言うとね、グリコ、なんだろう、軽いよ、ぬいぐるみ、いやでも、あ、ちょっと音がするから硬いものなのかな、うわドキドキする、なんだと思います、何何が見えてる、ほれ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 、いや落ちた落ちた、見ないように、落ちた見ないように、手に取った手に取ったよ、捕まえました、見ずに捕まえました。なんだ細いぞ細いぞ、なんだ細いぞ、え、棒棒みたいな感じ、木の棒、爪楊枝かな、だからたこ焼きの爪楊枝、大阪といえば。では行きましょう、正解はこちら、じゃじゃじゃーん、おお、何これ、通天閣、これが通天閣か、おお、ちょっと開けてみよう、開けようか、リアル通天閣だ、へえ、
日立エレベーターって書いてある。リアル、ええやん、かわいい、すげえ。いや興奮しましたね、ありがとうございます。いやたくさん大阪を今この数分間だけではあるんですけど、かなり楽しみましたよ、ステイホームでこういう楽しみいいっすよね。大阪の街をね、想像で歩きましたよ今この数分間だけで。楽しい大阪観光行けました、ありがとうございます。ということで、イワシの元を訪ねてくれた大阪のお知り合いさん、とっても楽しい時間を過ごすことができました、ありがとうございました。